Much World Studio。皆さんこんばんは、麹町ワールドスタジオ火曜日始まりました、MC 担当します長木文則です。よろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、いつもだったら、いろんな方を呼んでですねその方をご紹介するというネタなんですが、今日久々にこれ3回目鈴さん多分、ユーストテックということで、この麹町ワールドスタジオも機材が全て HD 化してまあ、もうすぐ1ヶ月経つんですけども、今日はあえてそういう、なんていうのかな、今まで触れられなかった、照明、なかなか照明ってただ光が当たってくれりゃいいんじゃないかとか、なかなかこう素人じゃできないんじゃないかなって思えちゃうところが多いんですけども、今日は、まあ、僕も元カメラマンですけど、より現役でやられてる今日はカメラマンの方をお呼びしております。ご紹介しましょう。というかもうそのまま映っちゃうんだけどね。はい、中尾幸太郎さんです、はい、こんばんは。中尾です、はじめまして、よろしくお願いします。はい、あの帽子が素敵です。はい、神田さんの真似です。ちょっとあの KNN 神田さんの、意識して、ここ以前神田さんのわけだったんですね。そうですね、はい、そうですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。あのちょっと帽子の形が違う気もするんですけど、ね、若干違います。はい、何パターンかあるんですか、募集何パターンかあるんですか。あります。今日はここに乗り込むということで、あえて、神田さん風のを選んでました。神田さん、はい、あえてスキャットマン風、はい、ジョン風と言わないところがポイントなんですけど、はい、じゃあそしたらですね、早速今日時間もないんでいきたいと思うんですけど、はい、照明、はい、っていうことなんですけど、僕もあのテレビカメラマンやってて、ビデオいろいろ作ってるんですけども、はい、でそうやってるうちにユーストリームと出会いましてですね、はい、でこう最初こうみんな iPhone でできるとか、うん、こうカメラでうおーとかやったんで、で、まあ、そのうちに多分照明も火がつくだろうと思ってですね、うん、ここで照明、簡単に照明を学ぶ講座をやりたいなと、ミュージックビデオマンさんに話を投げたところ、はい、今回のこのお話が実現したわけです。なるほど。あの簡単にできる、照明講座と、それからある程度時間が許す限りで、なんかプロの現場でやってる照明の作り方の割と基本的なことを触れられればいいなと思って、なるほど、来ました。はい、ということで、今日は、まあ、照明の大技小技、まあ、あの僕らでも簡単にできるっていうところがキーワードかなと、はい、いうふうに思ってます。そしてこのむさい男2人組でずっとこれ1時間持たないので、今日は、はい、なんとモデルの方に来ていただきました。嬉しいですね、はい。まあ、昨日も綺麗な方がゲストだったと伺ってるんですが、じゃ早速ご紹介した方がいいですかね。はい、はいはい、カメラ触れないので、フレームインしてもらいましょうか。じゃあよろしくお願いします。はい、僕らの後ろを通って、参加していただくのがそのままもうお座りいただいちゃって、今ちょっと照明あんだんですけど、今座っていただいて、カメラがつながり変わりましたかね。はい、今日お越しいただいた方、モデルということで二見茜さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。急遽今日は、はい、参加していただきました。はい、いつもはどんなことされてるの。もちろんモデルのお仕事をされてる。初めていらっしゃいます。大丈夫ですよ。いつもは、はい、今ジャズで日本を元気にするプロジェクトということで、ジャズ展東京というジャズのコミュニティページを運営しています。で、まあ、ジャズを通して、あのこれまでファンだった方もジャズを聴く機会がなかった方もライブを楽しんで、まあ、豊かな心になってもらおうということで、いろいろなきっかけ作りとなるイベントをたくさん企画しています。
しかも、自ら歌も歌ってしまう。そうです、もともとボーカリストなんですが、まあ、歌も歌いつつ、歌わない日も、まあ、ファンの方をやっぱりいいミュージシャンにのライブお連れするっていう、ちょっと天井員的な役割をしております。なるほどね。今日はね、モデルということで、はい、今日はあの、まあ2人ね、これも最後のところ2人照明ってやってもしょうがないんで、はい、今日は、二見さんに照明を当てて、いろんな角度から当てて、はい、どんな風に見えるのかというところを今日ちょっと説明していこうかなというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしたらちょっとじゃあまず、最初にまずあの注意事項からですね。注意事項から照明をつけるにはですね、あのいろいろ注意がございましてですね、使い方を誤るとですね、火事を起こしたりとかですね、下手すると水浸しになるとかですね、わけわかんないことになるというですね、ことがありまして、まずあの電気をやっぱ使っちゃうので、はい、それが元でですね、停電を起こしたりとか、あとはですね、あの火災報知器 の, 真下で照明つけたがためにですね、それでスプリンクラーが働いてですね、もう水浸しとかって、それで水浸しなんですね。本当にこれあった話なので、私もちょっとやりかけたことがありまして、あのその辺を、注意していただくというのが一つと、はい、あとあのブレーカーもですね、今あの家だけに限らずですね、例えば他の事務所とか、他の出先でですね、じゃあちょっと配信しましょう。ブレーカー出ました、ね、あ、ブレーカーの写真出ましたね。すごいです、すごい準備できてますね。ちょっとあの自宅のブレーカー撮ってみました。これブレーカーありますね。で、ここでですね、何アンペアって書いてあるんです。で、それをちゃんと見てですね、今自分が使いたい照明が一体どれぐらい電気食うのかっていうのですね、ある程度計算しとかないです。今40ワットですね。40アンペアって書いてあるんですね。うちは40アンペア。まあまあでも標準ですよね。そうそうですね。大体このぐらいですよね。大体あの30とか40が多いですけども、うん、これをですね、計算しとかないと、なんていうんですかね、例えばパソコンでユーストしてるのにもかかわらずですね、ドーンと火が落ちちゃうと、パソコンもろとも全部電源落ちちゃうっていうですね、危険ですね。危険なことになっちゃうんで、うん、必ず、今、照明もいろんなタイプがあって、うん、今ちょっと引きかめにしてもらって大丈夫ですか。はい、麹町スタジオはですね、麹町スタジオはあの素晴らしいスタジオでして、こんなにですね、照明がいっぱいあるんです。すごいですね、今日なんかドン引きにすげー柱立ってますよね。こんなスタジオでやってるんです。ここは、ここは何階でしたっけ。ここは5階ですね。5階のハウススタジオと呼ばれるんですね、はい、素晴らしい空間なんですが、はい、今の映ってるのがタングステンライトって言って、はい、いわゆるあの家庭でいうとこの白熱球、白熱球、あれと仕組みは全く同じです、はい、それのワット数が、今映ってる一番センターにズドンと立ってるのが、これがこれ1キロでしたっけ。これ1キロワット、これって1キロですか。これ1キロワットってやつですね。1000ワットですね。そうですね、1000ワット。家の白熱球はだいたい60ワットぐらいなんで、軽く倍、10倍以上ある。ね、うん、卵大きいですよね、これ。そうですね。うん、で、まあ、もう一回注意事項に戻ると、手で触ると熱いってですね、必ず火傷するんで、そうですよね。まあ、使わないは別にしても、いろんな照明今あって、蛍光灯とか LED もあったりするんですけども、うん、だいたい使う電球大きくなればなるほど熱くなるんで、うん、いろいろやるときにはやけど注意してください。そうですね、はい、で、まあ、ここはちょっとスタジオなんでね、はい、まあ、今まさに僕らに今当たってる光の光源を見せちゃったんですけど、はい、今日こういうのが、まあ、一つと、もう一つこっち側、今見てるカメラのこっち側にももう一つある感じなんですよね、はい。結構これはある意味かなりハイスペックな、ハイスペックですね、贅沢ですね。これ自宅で1000ワットとかあったらびっくりしますよね。そうですね、ドーンっていっちゃいますね。ですよね、はい、まあ、これだけで10アンペア食っちゃうわけですから。そうですね、結構大きいですよね、はい。簡単に言うと、1000ワットの、電気を使うと、家の日本はだいたい100ボルトなんで、10アンペア食う、10アンペアだっていう丸暗記で覚えておいてください、はい。ドライヤーがだいたい今1200ワットとか食うんで、1200とか1500とかありますよね、ありますね、うん、それと同じぐらいの今
炊いてる状態で、それだけじゃなくてもともと部屋についてる電球もあるのでだいたい今で1200〜1300ワット。津村さんこっちって今何ワットですか？500。そうすれば都合1500。1500すごいですね。1500といろいろあるので、まあ、細かいのも減らしてます、700、800で、トライキャスターも、電気食うので別系統別系統ですけど、電気は食ってると。なのでまず、ユーストするにしても何するにしても、電気ありきなのでワット数はその自宅だったらいいんですけど、うん、他のオフィスとかお邪魔してじゃあ収録しますって言って、電源落としてそこのパソコンの電源まで落ちちゃってデータなくなっちゃったって言うとこれ結構怒られる。痛いですよね。だから照明をやるとなるとその辺ちょっと考えなきゃいけなくなってくる時もあるということだけ、そうですね、頭に入れておいてください。はい、まあ、そんなところを踏まえた上 で、はい、踏まえた上で、今日は自宅でも、はい、極端なこと言ったら自宅でも、はい、もしくは、出先でも、はい、まあ、家族出先やられると思うんですけど、はい、でもできる、まあ、簡単照明方法っていうのを今日はちょっとやっていこうかなと思うんですけども、はい、もう早く美女を映せって言われてるんで、はい、行ってみようかなと思うんですけど、はい、じゃあ、美女の方に行ってみましょう。美女の方に行ってみましょうか、はいはい、で僕ちょっとこっちでスタンバイしてみます、はいはいはい、ちょっとスタンバイしているうちにちょっとつなぎますけど、はい、あ、今引きカメになりましたね。はい、どれをまずつけましょう。今多分見てらっしゃる方だと真っ黒になっちゃいましたけど、今メインを消しました。1500ワットを消して、その周りに実は3つ今ライトありますよね。はい、これは今正面から、はい、ちょっと見づらいので言っちゃうと今3つライトが実はあります。これいわゆるスタジオでいう3灯ライトっていうタイプですね。そうですね。3つ出すことによって影を消すっていうの。今センターのライト、これは何ワットぐらいですか？500ワットですね、はい。じゃあまず最初に、はい、家庭で簡単にっていうのが、最初にやってしまおうと思うので、はい、なんか家っぽいライティングにちょっとまず変えちゃいます、はい。いきなり真っ暗になっちゃったんで、何が起こってるのかよくわからないかもしれないんですけども、今硬い理屈抜きで、はい、簡単に、今ドン引きのカメラ、お尻向けてます、はい。まずちょっと彼女をちょっとアップ面に映していきます。はい、で今二見さんが撮ってるカメラをちょっと今いじってます。割と普通の家っぽい、はい。今これ照明はどういう状態になってるかっていうと、彼女の方に直接向いてる照明ではなくて、僕らの方、僕の方を照らしてる1500ワットのライトの端っこの方の光が当たってる感じになりますよね、はい。まあ、よくありそうな家庭の照明だと思って、ね、特にあんまり意味がないというか、あんまり考えてない明かりなので、はい、じゃあ待っておきますね、はい。今日は、もう秘密兵器ですか？秘密兵器をもう出しちゃいます。早いですね、はい、はい。これが映らないですね、はい。ちょっとね、これ、はい、そこにそっち行っちゃうんですよ、ね、はい、今二人さんに、まあ、じゃあ中村さんに、はい、これこの辺ちょっと広い、スタジオ内でこう駆けずり回りながら、どこに小道具を出そうかなで一生懸命、マイクこっちもできたらいいですか？じゃあすみません、ちょっとマイクいじりますね。はい、はい、今ねマイクをちょっといじってます。はい、バウンダリーを技術屋さんでいっぱい、そうですね、技術屋さんの方が人数多いですね。僕らまで含めたらほとんど技術屋って話ですよね。はい、はい、まあよく皆さんご存知の場合もあるかもわかんないですけども、これ近所の文房具屋さんで買ってきた、ハレッパネ、スチレンボードってやつです、うん。で別に何でもいいんです。白いのがあったらそれでいいんですけど、こういうのがあるんで、単純に顔の下に入れるだけで明るくなるってことですね。ただこれだけの話なんです。でこれはまあ見える位置見えない位置っていろいろあるんですけども、使用前使用後ちょっとゆっくりやってもらいます、はい、今ない状態ですね。ちょっと入れてみます。
分かりやすいちょっとこうわざと入れてみたいな。なんか下の方から照らされてる感じがありますよね、反射して。こんな感じですね。これだけでも、ええ、はい。で、今わざとあの黒いテーブルになってるんですけども、あのどけると白なので。マシとかですね。そうですね。ちょっとわざとフォーカー出すためにちょっと黒の布をかぶせてみたんですが、はい、今、ね、黒い布というかクロスをテーブルにかけてみました、はい、今また白いのを下に置いてみます。こんな感じですよね、はいはい、そうするとこの顎のあたりこの辺の落ち込みがなくなると。だからですね、自分を写すとですね、もうここ置いとけばいいと思います。白いテーブルの上でやるとかですね、それだけでもだいぶ変わってきます。これあの今光の元光源が斜め上ぐらいから変わってますけど、はい、結構真上からでも結構反射しますよ、ね、はい。だからあの別に何でもいいと思うんです。白い紙があればあのそれだけであのちょっとこの角度があるんです。起こすとかいろいろすると角度によって変えられます。こっちとかいろいろできます。結構スタジオはほらこう照明の位置を移動したりできるんだけども、はい、どうしても自宅の照明って位置が決まってるからどうね置いても暗くなっちゃったりとか、特に顎のラインとかこれが暗くなっちゃったりしますよね。はいはい、で、まあ、変な話なんですけども、あのこうやっていろいろやってると周りからあなんかこう照明やってるなみたいな風に見られるんで、これは割とやってるっぽさがあって、まあ、それはあんま関係ないですけども、あの実際でも実際こう照明ってあの自分で目で見て効果が分かるんで、あとユーストリームだと自分でモニター見ながらとかですね、できるんです。こういうのがあると便利です。はい、まずこれ晴れパネ、晴れパネ、まあなんかまあ、パネ軽いパネルでいいですよね。はい、文房具屋さんで売ってます。晴れパネでなくても何でもいい。まあ、スチレンボード、スチレンボードとか名前がいろいろ。ありますね。まあ、ご自宅のその、まあ、サイズに合わせて買っていただければな。買わなくてもあるかな。そういううちもあるかもしれない。こう2枚あってですね、例えば同じの2枚にして、そう、とかく今日は僕らがユーストリームでやってますけど、あのニコ生だとか特にあとツイキャスかななんかだとどうしてもそのバストアップの映像を映すときなんか特に有効ですよね。はい、そうです、うん、すみません、あのワシャワシャやってました。はい、あのワシャワシャ音全部聞こえてます。はい、今、中尾さんが工作をしているのはさっきあの手に持っていたサイズの、ハレパネ、スチレンボードを今2枚テープで貼り付けて、横を2枚で貼り付けてちょっとサイズを横長にして今持ってきてます。倍のサイズになりました。はい、あの単純にこういう立てかけとかですね、いろいろあのここに物を置いたりとかです、あの好きなように使っていただける、より多く光を反射してかつこう角度を変えて反射したい時とか、ね、まあ、あの見切れる見切れないはあのその配信とかですね、うん、映す人の自由なんですけど、まあ、これだけでも変わりますよね。まあ、分かりやすいようにこうわざとこう見切らしますね。そうですね。なんかこう表情全体が見えるようになりますよね。はい、こう晴れパネ講座でした。なので今ある、家の環境プラスちょっとした白い反射、白い紙でも何でもいいと思います。これだけで明るくなります。はい。はい。さあ。今度はどんなものが？じゃあ、次、じゃあ、ライティング、基本ライティングというのをやってみたいと思います。はいはい、今度使う照明は違う照明ですか、ね、ちょっとあの、バリバリプロ機材です。はい、じゃあ、1回、落としてもらって。はい、今、大きい 1500W のライトが切られました。で、割と、プロで特に、まあ、テレビとか、まあ、何でも映画でも何でもですけど、
割と初級編というかオーソドックスに使うのが今ついている 500W のタングステン光ってやつです、はい、でこれを今正面から当ててもらいまして、ちょっとスタジオの全体が見にくかったのできちんと言うと、今二見さんから見て真正面のライトがついてます、右と左側にもあってケース3つのライトが今二見さんを狙っている状態です。まあ、真ん中だけつけてます。で、彼女を、より美しく見せるために、いろいろ、割と基本と言われるライティングをちょっとやってみたいと思います、はい、で今当たっているこれが、業界用語というかキーライト、まあ、キー、まあ、メインとなるライトをまずこれに してでここからプラス、いろいろその状況に応じて、まあ、美しく見えるようにいろいろライティングをしていこうというのが、はい、狙いです。はい、これって後ろからやってても今動かしてる、キーをまずやって、はい、今キーライト真ん中のライトをつけた状態で中川さんが右側のライトをちょっと今移動してます。後ろから本当は真後ろとか、人物の後方から当てると、人物のエッジというか肩とか頭とかのラインが割とはっきり出るのでそれをやるんですけども、どうしてもその建物とか物の構造によってできないんで横からやる場合が多いです。まあ、今日使っているのはこれ今あのプロ用 のローウェルだとかの本当に強い 500W のライトですけど、これちょっと弱めのライトでも同じ効果は出ますよね、はい、同じ効果、はい、で、照明はさっきも言いましたようにあの自分の目で見て効果があ今こうなってるんだというのが分かるので今だと結構後ろからのライトが強いのが分かるのでこれでちょっと弱めてみます。すみません、音がしました。バンドアって言いましてちょっと映してもらうこと可能ですか。すみません、中村さん今日すごいココナックさん中村さんと藤沢ネットさんにもご協力いただいてすみません、なんか使っちゃって照明ありがとうございます。プロの照明器具にはですねこういう羽がついておりましてですねこれでいろいろ細工ができるようになってます。でここにですねいろいろ物を挟んだり、明かりを例えばこうやってですね開いたり閉じたり、うん、これで光量を調整することができるんです。これで、瞬時に、あこういう照明がしたいなっていうのがすぐにポタッとこうできるのがこのプロ照明機材の、まあ、いいところで、カメラに当てるんですけど、じゃあもう早速、もう一個これは家庭でもできるといったやつのやつなんですけどこれ、すみません、トレーシングペーパー、あ、中村さん、ありがとうございます。さすがです。これも文房具屋さんで昨日私買ってきました。トレーシングペーパー、トレペってやつです。でトレペをこの照明にですねかぶせると光が和らぐという効果がありましてちょっと1枚入れてみます。それで文房具屋さんで一緒に買ったですねこのピンチ暗いかな、ちょっと暗いかな、すいませんね、洗濯バサミみたいなやつ、ね、洗濯バサミです。まさに金属の洗濯バサミです。金属でないと溶けちゃいますの でこれをですねトレペ照明
酸は普通トレペカもしくは、パラフィン紙ロウでできたパラフィン紙だと、まあ、基本的には燃えにくいのでやるんですけども、このトレーシングペーパーでも可能です。でも使い方間違うと火事になっちゃうので、僕も何回も燃やしたことあるんですけど、これをですね、かぶせます。じゃあ、二見さんの今の照明の当たり具合の強さだけ一応覚えておきます。はい、今、結構ベターっと当たってる感じですね。ガツッと今、ちょっと当たってますが、かぶせると柔らかくなりました。はい、外すと。でこれ照明に正解も不正解もないんですけども、まあ、自分の表現したい明かりの強さは自分で決めたりとか、あと監督がいれば監督がこういう強い明かりがいいとかで、もうちょっと柔らかいのがいいっていうのはこういうので調整が可能です。で人によるので、ただこういうのがあるとすぐにちょっとできるので、じゃあちょっと実際につけてみます。今これやってる作業というのは、まあ、トレーシングペーパーっていう紙、まあ、写し紙ですよね、まさに。そうです。今回はこれ、ロウの加工をしてないタイプなので、そうです。あまり強いライトの手前でやっちゃうと燃えちゃったりするので、結構危険なんですけども、今日はまあ管理された環境の中でやってるので、大丈夫なんですけども、もしご家庭、まあ、ご自宅でやる場合、例えばピンチがないとか、ない場合は最悪洗濯ばさみでも燃えないようにしてください。加熱しないように、ただこう匂ってきたりとかですね、するので本当に気をつけていただきたいなと思います。すみません、今、はい、スタジオの津村さんからですね、このトレペは燃えますという何年生のやつを使ってくださいということで、すいません、これなしです。まあ、でもむしろ家庭ではこういうパターンが多いですよね。そうですね、うん、家庭では多分、こんな強いライターないはずだということで何年生が出てきました。本物が出ました。さすが麹町スタジオです。本物がありました。これは表面がこうロウで加工されたりして燃えないようになってる、燃えにくくなったら、なってないってないですか。普通のパラフィンですね。はい、とりあえずかぶせてみました。すいませんです。この狙いは、さっきも言いましたが、まあ、人物の輪郭を出す、だから髪の毛にちょっと艶が出るとかです。いろいろ効用はあります。まあ、割とオーソドックスに、例えばこれ今2灯なんで、正面のキーライトと、まあ、バックライトというかトップライトとかいろんな言い方はいろいろなんですけども、ちょっと今角度がちょっと割とサイド気味に来てるんですけども、ここだと、右肩から左肩にかけて、芯を出してます。できるだけ、エッジが出るように今やりました。今日はバックが白なので、ものすごく、はい、もともと目立つんですけどね、はいはい、でじゃあ、もう一回、二見さんのアップのカメラを、はい、展示してください。はい、で、今度はこれ、カメラ、いいカメラなのでですね、自分で明るさが調整できるんです。絞りですよね。絞りってやつがあるので、今日はちょっと特別にいろいろいじってますが、で今度は、ちょっと、顎の下がちょっとこう影を入れてますね。で一般的に普通のビデオだとこれ意味嫌われたりする場合が多いので。これが狙いだって言えばそれはなんですけど、もうちょっとこう何とかならないかなっていう要望が結構あるので、トレペジにご覧ください。トレペを、いただきまして、はい、ありがとうございます。で今度は照明のキーアイテムに仕込ませてもらいます。はい、
さあ、今ちょっとセンターの P ライトを少し高さを下げて、ちょっと消しました。で、ここにも今トレーシングペーパーをピンチでつけています。こうすることでまた少し光が柔らかくなる感じですかね。さあ、二見さんは私今日初めてお会いしたんですけど、まあ、ご覧の通り美女ですけども、こうやってまた照らし方を変えることによってまたこの違った魅力が出てくるんじゃないかなっていうところなんですけど、どうでしょう。はい、今トレーシングペーパーを1枚つけました。何が変わったかというとですね、暗くなっちゃいました。トレーシングペーパーをですね、つけると、拡散をするので明かりがなんか暗くなっちゃうんですけども、多少柔らかくなったので、今度は、絞りをいじります。ただ、プロの現場でアイリス、絞りっていうんですけども、絞りをいじくるときは照明さんに一言言わないと照明技師さんに怒られるので、ちょっとさっきの照明変えたんで、絞りいじっていいですかって聞かないと照明さんに殴られるというですね、時もあるので、一応それ現場でそういう人がいたら、照明の監督がいたらお断りしていて、今照明、絞りを開けました。そうするとさっきよりもちょっとこう顎の影がマイルドになりました。で、絞りをいじくりたくない場合はですね、照明を動かすと、いろいろ方法はあります。そうですね、照明そのものを動かせれば動かしてもいいですよね。はい、そうですね。で、これ強い光が強く当たってるからこそ、顎の下のこの角の影が目立っちゃったっていうのもありますよね。はい、それを抑えることによってちょっとこう陰影がちょっと和らいだっていうところですよね。で、照明は何が楽しいかというと、いろいろ自分で実験ができるので、ちょっと一回切ります。はい、正面のキーライト今切りました。まあ、ちょっと1個さっき用意してもらったこのちょっと1キロなんですけど、はい、1キロでちょっと実験しますけど、これ強いライトですね。1キロのさっき僕らを照らしてた1キロのライトを今度は二見さんの方に振って、じゃあ二見さんの方に、はい、ちょっと絞りをちょっとすみません合わせます。角度によって人の顔の表情とか後ろの影とか、こう自分の出したい演出意図に合わせて自分で好きなところにこう動かすことができるので、可能な限りで自分で動かして楽しむのがいいなと俺は思います。ユーストリームとか、あと音って結構楽しいけど目で見えないこのもどかしさがあるんですけど、照明は自分の目で見て俺のやった演出だとか、まあ、そういうやつに浸れる部分もあるので、なかなかこれは面白いと思います、うん。さあ今 1000W の1キロのライトを左右に振りながらいろいろ試していくところです。で、今人物の後ろにちょうど影が、影もなんかこうこれ嫌だなっていう場合は、ライトを動かすとなくなったり、あとはそれが無理なら人物を今座ってる位置から前に来てもらうと、ちょっと前に来てもらってですね、じゃあベッドの位置なくなったり、ちょっと影が後ろに隠れた感じですね、はい、今こういろいろ自分で試せます。こういう楽しみも一つ、いろいろあっちゃこっちゃ動かすので、楽しめる余裕があればいろんなものを動かして自分の好きなライティングを楽しむのもいいんじゃないかと。そうですね、特に、まあ、今日も二見さん女性ですけど、女性が綺麗に見える角度って結構あるじゃないですか、その人にとって、はい、そこに一番こうピンポイントに当たってくれるような光が出て最高ですよね。あ、来ますね。来ますよね、はい。で、今また元戻しまして、はい、で、
ちょっともうちょっとじゃ あのここが落ち込んでたりするので、あの下から振ってもいいですか。左側にある今使ってない500ワットなんかザ・女優ライトみたいなやつ、ちょっと僕はあんまり好きじゃないんですけどいわゆるザ・女優ライトみたいな、あのすみません、あのスタジオの壁にこんなの見つかってですねこれあの、まあ、羽根パネのでかいやつ、あと発泡スチロールで作られたものカポックって言うんですけども、あのこれを使ってですねこう反射させると割とあの光が拡散して、まあ、手軽に美しくなるっていうので、ちょっと試してみたい。すみません急でちょっと前に撮ってます。はい、ちょっと映るかな。今、妻さんが500ワットのライト手持ちで過去に当てて反射させてます。こんな感じですね。すごい今目の前眩しいんですけど、はい、ちょうど今手元がついにくいのでどんだけ違うのかなって思うんですよね。今板を僕ちょっと動かしながら、ちょっと割り込んじゃうんですか。今日あの周りにあのモニターがあったり機材があったりするので結構大変ですよ。今ちょうど二見さんの真正面にカポック持ってきて、そこに今ライト当ててます。オフです。はい、オフします。はい、オンしてください。はい、これだけでも美しく早変わり。もっと明るくなりますね、やっぱりね。おお。はい、こういうようにですね、いろいろ楽しめるんですが、これは下から当てると、あんまり下からバツンと当てすぎると演者さんはちょっと眩しいし、いろいろなんですけども、それはあの演者さんと相談して眩しくないですかとかいろいろ聞きながらですね、お好みの光を作っていくことが可能です。そうですね。今手で持ってもらってるんですけども、こういうのを支える台とかもあのスタジオとか行けばあるんですけども、家ではなかなかちょっと難しいんですが、下から当てるライティングっていうのも結構スタジオのライティングではよく見られるライティングです。例えばよく家庭でね、はい、まあ、できる方法っていうと、はい、例えば、わかんない独居店とかどこでもいいんですけど、売ってるこういうスポットライトみたいなのがあるじゃないですか、はい、今のスポットライトちょっとちっちゃいですけど、はい、あれを目の前に例えば持ってくるとか、レフ板かまして、はい、今みたいな今の小型版みたいな感じでやっても全然いけちゃうってことですか。はい、そういう応用でな感じですよね。はい、素晴らしいと思います。今やっぱりパッとこう映った時に田辺さんの顔がちょうど真ん中から下あたりがパッとこう明るくなったのがやっぱり分かりましたよ、ね。はい、はい、今松本さんです、はい、とりあえず今一通り基本ライティング一応やってみました。すみません、今から戻しちゃったから暗いままになっちゃいました。はい、はい、いただきましょう。すみません、なんかいっぱい散らかしました。ちょうど画面の右下の方がスタジオの全体の、まあ、ライトの照り具合を映していただいてます。これはあの照明コーダーと言いながらちょっとあの絞りいじくのも反則かな。照明だけでやれたらしいですよね。すみません、今ちょっと手が離れたんで、あれ下入れたりとかですね、はい、こんな感じでやってるんですけど、やると、あ、結構違いますね。違いますね。これ正面のキーライトもそうだけど、今右後方から照ってるキーライトも結構効いてるのかなって感じですね。ジョリライト、これはライトではなくて、ライトを利用した反射ですから、これだけで特に顎の下の辺とか結構弱りますよね、はい、でこういうところにですね、こういうガムテープとか置いてですね
ちょっと角度をつけて、角度のつけ具合によっても、うまくこう見切れない位置で、ない位置でやるっていうのも。あと、ちょっと番外編なんですけども、これは照明部さんから教えてもらったんですけども、よくロケ先で、レフ板とかこう持っていけないときにですね、ちょっとさっき俺、麹町スタジオの近くで調達してた。さあ、また秘密兵器ですか。はい、秘密兵器というほどもない、これ普通の捨ててあった段ボールです。で、これ何するかというとですね、家庭によくあるアルミホイル。おもむろに今こう引き出し始めましたね。ちょっとですね、ガムテープを何も忘れちゃったんですけど、これ多分俺今気がついたんですけども、こっち面とこっち面で光沢違うんで、これレフ板に早変わりするので、これ現場でこうやってますけど、これも本当に応急レフ板みたいな感じですね。応急レフ板は現場でこうやって、どっちも現地調達できそうなものですね。どちらも現地調達できるんで、こうやって入れるもよし、これがレフ板になったりですね。これまあ何で止めてもいいんですけど、こういう現地調達バージョンもありということです。僕結構現場でですね、家庭とかでロケするときに、すいません奥さん、ホイール貸しなさいっていうのは結構なんか超欲しい。これ実際に入れてみるとちょっと違う感じですかね。わしゃわしゃですね、もうね。ギラギラですけど、やっぱり発射しますよね。外して、うわ、結構もうちょっとギザギザの山が、ちょっとあれうるさいかもしれない。実際の時はもうちょっとピッと張った形で、そうですね、今貼ってないんで即席でやったんですけど、即席でできるレフ板、アルミホイルは多分どこでも手に入ると思います。もうちょっと裏でもまた反射の仕方違いますよね。ちょっとね、俺も今気づきました。表はギラギラだけど裏はしっとりしてるんで多分変わると思います。あとこれも照明さんから盗んだんですけども、大きい姿見もそのまんまレフ板として、まあレフ板というか本当のミラーとしてこう使う人もいます。さっきスタジオさんからこれ借りました。黒シャって言うんですけど、黒いシャシャーっていうか網網で、これとさっきから使ってるこの何年生燃えないパラフィン、これはですね、あくまでも拡散させるためのもので、拡散じゃなくてただ光を弱めたい時に使うのが黒シャと呼んでます。これの代わりにこうやってで、これやると光量が落ちます。これはですね、拡散 しちゃうので、拡散するとまずいライティングもいろいろあったりとかですね、ここのピンポイントだけ当てたいのにこれやるとブワッと広がっちゃうので、広がらせたくないときはこういうクローシャーを使うという、これもプロの照明さんしか多分使わないんですけども、これでもあります。これ重ねると暗くなります。今実験しましょうか。時間大丈夫ですか。時間大丈夫ですよ。はい、やけど気をつけて。暖かい。本当に暑いですよね。暑いですね。普通に100ワットに、今あんまり100ワット、200ワットの白熱球って多分ご自宅に今みんな LED になってちゃったのでないんですけど、それでもやっぱり熱持ちますからね。またじゃあ、そうですね、今このままです。こういうスケスケのちょうど網戸の網みたいな、そういう黒シャって呼んでるんですけど、これをこの照明のさっきかぶせる
そうすると、ちょっとこれで和らぐ。右からの光がちょっとこう和らぐ感じになります、ね。これ2枚掛け、折りたたむと4枚掛け。うん、まあ、これだけでも。で、これってパラフィン臭だと拡散で、その違いはちょっとなかなか微妙なのであれなんですよね。あのパラフィン臭とかトレーペをですね、何枚も重ねるですね、あの業界用語で厳密に言うと色温度っていうのがあってですね、だんだん赤くなっていっちゃうんで、あんまりやるとちょっと糸が変わっちゃうんで、それではこういうのかぶせるとか、あとすみません、このバンドはこの開け閉めによって光量が調整できるので、この開け閉め光量も調整できます。思いっきり明るくするとマックスだとこんなんで、バンドを閉じるとこんなん、いろいろ遊び方満載です。これは楽しいです。まあ、この網やみもね、どっかそのホームセンター行ってわざわざ買ってくるのもいいんですけど、どうだろう、例えば変な話ですよ、黒じゃないけど、あの椎茸のネットとかね、あの燃えない感じで一つよろしくやっていただくと。ネットとかね、はい、あとなんか、着古したって言っちゃいけないですよね、なんかこう、ショールみたいな、ね、そういうのでもいけるから。はい、ということでございました。はい、いやでも今日今ずっと見てきたんですけど、あのなかなかその照明まで気が回らないよっていう人意外と多いと思うんですよね。でも実際今あのユーストリームご自宅でやられてる方、もしくは、まあ、ツイキャスでもいいです、ニコ生でもいいんですけど、結構顔アップにした状態で映してやってる方たくさんいらっしゃるんですよね。でそうするとどうしてもその顔が暗くなっちゃったりとか、どうしても自宅の場合上からのライトっていうのが多いので、どうしても顔が暗くなったりとか、この顔の陰影が出ちゃって、こんなに本当は怖い顔じゃないのにな、特に女性の場合は女性のツイキャスって今多いんですよね、夜中になるとね。で、うん、もうちょっと綺麗なのにもうちょっと綺麗に、うん、あの光が当たってくれたらもっと人気出るんじゃないかなっていうパーソナリティの方がいたりしてですね、ぜひこういうちっちゃい照明でいいと思うんですよね、はい、あの今日はこれもすごいフルスペックな照明を当てちゃってるので、あのスタジオなんでね、当てちゃってるんですけど、もっとちっちゃくても本当にクリップライトでも構わないと思うんですけど、もうちょっとこう角度を変えて顔の陰影を出さないようにとかっていうこともできるのかなと、はい、そんなことを今日ちょっとやって、見ました。中尾さん戻ってきました。ちょうど1時間近く経ちました、はい、すいません駆け足で。いえいえ、ちょっと今二人さんもいらっしゃるので、あの普段、はい、まあ、昨日もユーストリームで出られてましたので、はい、今日この照明当ててたのを、まあ、今日はモデルの立場で見てたと思う、ご覧になったと思うんですけど、どうでした？あ、そりゃ綺麗に映った方がいいなと思そう言っていただけると明るければ明るいほど嬉しいです。ですよね、はい、明るければ明るいほど、またでも照明を入れれば入れるほど同じだけ の影が出ちゃうので、うん、これはあの本当に照明技師 この何ですか、悩ましいところで、うん、もう追っかけっこになっちゃって、うん、もうどこまでも明かり入れたくなっちゃうっていうところもあるんですけども、うん、これはちょっとこういろんな事情があって、ここまでしかできないっていうのもあるんですけども、その中で、自分で楽しめる照明っていうのを見つけるのはこれは結構面白いんじゃないかなと、うん、これは思って。掘り出したら結構これハマりますよね。なんかその照明の準備だけにこうすごいなんかいつに行っちゃっていつまでたっても本番始まらないんで、結構ありますね。ありますよね。ありますね。まあそんなわけで今日はあのいろんな角度からね、二見さんにこう当ててみてどんな風に見えるのかっていうのをですね、お送りしてみました。ぜひですね、あのご自宅にあるあのちっちゃいスポットライトでも構わないので、ちょっと試してみて、あ、こんな風にもしかしたら自分の新しい魅力を発見してしまうかもしれない。なんか三面鏡とか使ってこうね、ちょっと面白いと思いますよね。さあそんな形でお送りしてきました、麹町ワールドスタジオ火曜日ニューストテックナンバー3だったかな、多分そうだと思います。今日は、お家でもできる、出先でもできる、綺麗な美人を撮るための、はい、より美人に見えるための照明講座をお送りいたしました。中尾さん
はい、タミさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日はニュースの後編で失礼いたします。Studio.